朝タクシー呼んでるのかもしかして多分こんな時間でしょ。なんかあったのかな、分からんけど心配になっちゃうよね。もしかして一緒に行ってた人がどっかでちょっと怪我して降りれなくて自力であの人だけ来て何か呼んでるとか、間違いなくあれやばった、うん、登山客だと思う。あれびっくりした、あんな一人だから申し訳ないけど、もういないと思ってんだから。俺全然気づかなかったけど、まあ左側にいたからね、駐車場のところ看板で立ってた。確かに看板とか明るいからね、誰か呼んで来てもらうにしても目立つもんな、そこなら。多分もううちら以外あと来る車いないと思うんだよ、多分。ワンチャンあと1台ぐらい来るかもしれないけど、見通さない。まあでも特にヘルプもなかったからいいかなって書いてあったけど、いやもう気づいてないんだよ、電話してたから分かんないけど。いや気づくでしょ、車来るって。まあ多分大丈夫だと思う、うん、痛い。でこんなところで一人ぼっちが辛いんだけど、クマ出るし。自販機は一応あるじゃん、三藤さん。ポテチしかねえ。きつー。きつー。嫌だな。コンビニもないしね。ないね。なかったよ。どっかの民家にヘルプするしかないんだよ。恥ずかしいながら。あ、でここでしょ、これ。あ、これか。うん、これでしょ、対馬の。はいはい。かしょって。あ、また真っ直ぐ、まあいいや。うん。こっちからにしよう。あ、別に暗いし。うん、てか、道も真っ直ぐだって書いてある。よく覚えてる。うん。じゃあもう大丈夫だね。うん。あの見知らぬおじさんが心配なぐらいで。いやあ、でもゲートはくぐれるでしょ。まあ歩きだったら、徒歩はね、でも歩き徒歩で歩くのがきつい。ナイトハイクや。あるし。車とかなかったの？あ、わかんね、見てない。でもリュック背負ってたから車で来てるとは到底思えないけど。普通にちょっと。車で来てたらリュック背負ってないでしょ。まあ、でもバスも終わっちゃったから地球なんか呼んでるとこなのかね。こうね、こう思うと車ってすげえ楽だな。こういう標高の高いこの辺の山の道の何がやばい、困るって電波が入りづらいとこだよな。ああ一瞬下山したから大丈夫って思っても意外とさ、この辺さダメだったりするじゃん。
そういうのもあるじゃん。ここにも持ってくれと思って。ここに持ってくれ。ゲートはないけど。さっきの買ったけど、すぐ持ってくれって。本当？横断者注意。ほう。まあ、いるわな。神社。歩いてんだったら別にまだあっち側はバスがあるからいいけどさ、でもバス終わっちゃってるからさ、なんかね妙に心配になるよね。はい。でももうだいぶ過ぎ去ったことだからいいや。別にヘルプもされてないからいいや。むしろ私がびっくりした、人がいたことに。いや、マジでもういないと思ってたの人。ここにもトイレ。初めてさ、ええ、町田の、あの商店街あるじゃん。はい、あの何だっけ、小籠包とか売ってる。はい。僕の方でトイレ行ったんだけど、うん、色がすごくて広かった。ない。小便とかで。きっとね。そこに入ったんでしょ。これ掃除する人超大変だよと思って。だから嫌だよ、ああいうところ町田。手洗おうかなと思ったけど、手洗うところもすごい。これ、うん、あそこで吐くほど飲むなよって思うけどね。まあね、うん、一応トイレはあるけど、あそこそういうことになるからやめてほしいなと思ったりして、うわーってなって手洗いねえじゃんと思って。ダイエーまで我慢すればよかったと思って。およそ700メートル先右方向です。盗まれるとも盗まれてそう。財布とか盗まれるよりも投資すんじゃねえって、そっちの方が心配なんで。まあ財布盗まれるのは、まあ盗んだやつも悪いけど、あんなとこに寝てたのも自業自得というか。まあね、寝てるよな。久々だな、マジで。ね、ほんとさ、あ、出さなきゃよかったよね。うん、別にさ、あの宣言もね、この先しばらく道なりです。突然車が来た。本当にいいの、なんか駐車場とトイレは。トイレ行きたいのか。いや、どうしようかな。いや、行くか。今日でも行ってねえし。あ、もう行きたい。いや、すげえ行きたいってわけでもないんだけど。セブン行くけど、じゃあ。あそこの。いや、セブンじゃなくて。けど暗いと思う。いや、それだって綺麗じゃん、そのトイレ。まあ、悩ましい。降りんのも奥なんだよ、寒くて。わかる、寒いよね。それをこの間やらかしてすげえ我慢、やべえ状態になったのが埼玉のあの事件だな。私我慢して出るのちょっと考えちゃわない。全然。まあ俺のさっきのトイレもそうなんだけど、あれちょっと違うけどな、うん、あっちの奥の方行けるわと思ったら空いてなかったから。てっきりあの交番とこの奥のあっちまで行ったのかと思った。いや、めんどくさかった。あそこまで行ったら行けよ。い
だって待ってるし。いや別に平気で。今日まさかの休館日とか。いやでも私やってないような気がした。